五。源氏、これ光の報告で、関心を強める。これ光、日頃ありて、参れり。わずらいはべる人、なお弱げにはべれば、とかく、見たまえ扱いてなん。など聞こえて、近く、参りよりて聞こゆ。仰せられしのちなん。 隣のことを知りてはべる者呼びて、問わせはべりしかど、はかばかしくも申しはべらず。意と忍びて、さつきのころおいより、物下うひとなんあるべけれど。その人とは、さらに家のうちの人にだに知らせず、となん申す。時々、中書きのかいまみしはべるに、げに、 若き女どもの好き影見えはべりしびら立つものかごとばかり引きかけてかしづく人はべるなんめり昨日夕日の名残なく差し入りてはべりしにふみかくとていてはべりし人の顔こそ意図よくはべりしかもの思えるけわいしてある人々も 忍びて、うちなく様などなん、るく見えはべる。と聞こゆ。君、うちへみたまいて、しらばや、とおもうしたり。おぼえこそ、おもかるべき、おんみのほどなれど、おんよわいのほど、ひとのなびき、めで聞こえたる様などおもうには、 好き玉はざらんも情けなく想像しかるべしかし、人の受け引かぬほどにてだに、なお去りぬべきあたりのことは、このましゅう覚えるものを、と思いおり。もし、見たまえうることもやはべると、はかなきついで作り入れて、消そこなど使わしたりき。 書き慣れたる手して、口説く帰りごとなどしはべりき。いと口をしゅうはあらぬ若うどどもなんはべるめる。と聞こゆれば、なお言いよれ。尋ねよらでは想像しかりなん。とのたもう。かの霜が霜と人の思い捨てしすまいなれど、その中にも 思いのほかに口を叱らぬを見つけたらばと珍しく思おすなりけり。